世界に類を見ない繊細な日本の自然風景。これは日本列島が地球上で位置する偶然の産物と言っても良いかもしれません。周りを海に囲まれた山岳列島で、海流と風の影響で作り出される四季の姿、そして湿潤にして繊細で様々な顔を見せるこの不思議とも言える自然風景は、日本人が大切に守り続けてきたものでもあります。今回の列島光明と名付けた写真展は、この太古より続く日本列島の神的な美の流れの中で、心に響いた出会いの時と、自然風景を収めた列島シリーズの第2弾の作品展です。すべては一期一会だが、風や光、わずかな地の出来事と共鳴した時に自然の神に出会えるのではと思い、撮り続けてきた数々の作品の中より約30点を展示いたします。福島県猪苗代町。秋の終わり、東北へ車を走らせる。まだカラマツが紅葉の残る時期、磐梯山の上にはすでに冬が訪れていました。季節の移り変わりは日本列島ならでは。季節の移り変わりを見せてくれていました。福島県磐梯町。春には花々の美しい彩りが映える時期、標高を上げ峠を越える時には雪解けの不思議な表情を見ることができます。ブナ林に描かれた雨水の跡、自然は時に不思議な表情を見せてくれます。神奈川県横浜市。早咲きの梅の花が漂う頃、時には春の淡雪が降ることがある。花の咲くタイミング、雪の降るタイミングが合わなければ取れない。すぐに溶けてしまう淡雪は、ほんの一瞬の出来事です。
山梨県山中湖。富士のふもとである山中湖方面へ行くと、見たことのない風景が眼前にあった。すべての木々や草花が氷に覆われていた。この場所では41年ぶりの霧氷だった。加冷却現象で起こる霧氷。またとない出会いだった。栃木県日光市。風景写真は太陽の一等ライティング。太陽が風景を照らし、またドラマチックな光景を生み出す。山の稜線と太陽と雲が美しい。すべての風景が太陽で育まれる。神奈川県横浜市。桜が咲いた頃、近所の公園に出かけた。太陽が沈みかけ、逆光で透ける桜を撮ろうとファインダーを覗くと、その中には私だけの光景が広がっていた。散りゆく桜という日、儚くも美しい光景だった。埼玉県秩父。春の桜が咲く時期に、時折雪が降ることがある。水分の多い春の雪は、雪が降っている最中か、雪が止んだ直後に撮影しないと、だらしのない風景になってしまう。埼玉県秩父。
桜と雪の出会いは格別な風景だ。満開の桜としんしんと降る雪がまるで花吹雪のようだ。ファインダー越しに見える光景はまさに風景の神と出会った瞬間に思えた。栃木県栃木市。春の終わり、すぐに散ってしまう桜は儚い。時折強く吹く風が花吹雪となって舞う。雪が舞い散るかのようだった。また来年に桜が咲くまで待たなければならない。人生のうち何回桜を見ることができるだろうか。新潟県魚沼市。日本中に有名な桜は数多く、名所などもたくさんある。しかし、山桜や無名の桜も美しく、車を走らせ、探し歩かないと見つからない。雪の中に咲く桜との出会いは、思わぬ発見だった。秋田県抱き返り渓谷。春、草花が一斉に芽吹く頃、山々は鮮やかな緑に覆われる。土砂降りの雨が降り、緑が艶やかに輝いていた。潤いのある風景は、日本の風景の特徴と言っていいだろう。神奈川県横浜市。コロナ禍の中で思うように撮影に行くこともままならない。
近くの公園で梅の花を撮る。夕暮れ時、沈んでいく太陽に梅の花を浮かび上がらせた。風景はどこにでもある。関東上空。北海道の撮影から東京へ戻る旅客機。機体は下降を始め、びっしりと広がった鉛色の雲の彼方には富士山が見えていた。なんとも幻想的で、富士の雄大な光景を撮ることができた。長野県志賀高原。群馬県と長野県にまたがる渋峠を目指した。刻々と変わる目の前の光景、雲と光が織りなすドラマに夢中で撮影した。この時、萩原俊也さんと現場で会った。何気ない会話を楽しんだのを覚えている。栃木県奥日光。どんな天候でもそこには風景がある。大雨が降り、いつもは穏やかな表情の滝が濁流となる。見慣れた竜頭の滝もゴーゴーと流れ、それはまるで竜が暴れているようだった。静岡県東伊豆町。早朝、まだ薄暗い時間。雨が降り風も強い。
そんな時に海岸に行く人はいない。雨と風と波、それぞれのタイミングがあったからこそ撮れた一枚。すべてが一つになった時、そこには風景の神が宿る。山形県東根市。撮影した写真のほとんどは、どこで撮影したかを覚えている。しかし、この写真は思い出せなかった。何気なくシャッターを押したのだろう。しばらくぶりに見たこの写真は、なぜか今の私に語りかけてきた。長野県白駒池。真冬の白駒池、雪が降る中、一瞬だけ雲間から太陽が顔を出した。この後、太陽を再び見ることはなかったが、わずかな瞬間の光のドラマを楽しむことができた。長野県軽井沢町。森の中の草が新しい葉を茂らせる頃、薄暗い森の中で多くの種類の葉が競い合うように新芽を出していた。この時期の葉は何とも言えない美しい緑の輝きを放つ。何年も何年も繰り返されてきたのだろう。山梨県山中湖村。富士山の周辺には多種多様な地形と植物がある。広大なススキ野原が広がる場所で、撮影していると
画面にカラスが入ってきた。もともと黒いカラスだが、シルエットが面白い。沖縄県西表島。日本各地で撮影し、たくさんのシャッターを押しているが、自分で気に入った作品というのは、そうそう撮ることができない。時刻は20時を過ぎ、真っ暗な中で撮影した。波と風と潮の満ち引きが作り出した光景だ。高知県仁淀川町。日本一の清流と言われる高知県の仁淀川。川沿いを歩いていると、岩盤から岩清水が溢れていた。高速シャッターで映し止めた岩清水は、太陽の光で虹色に輝いた。高知県仁淀川町。岩盤から染み出た岩清水の一滴一滴は川の流れとなってゆく。木々の隙間から差した光がスポットライトとなり、そこに岩清水がきれいなウォータークラウンを作り出した。沖縄県西表島。日本列島の中でも沖縄の海や景色は素晴らしい。畑の垣根として植えられたハイビスカスに蝶が集まる。飛んできたアゲハチョウを
キャノンのコンパクトデジカメで撮影した。沖縄県西表島。マングローブは山からの有機物や土砂をたたえ、生き物たちを育む。魚たちの隠れ家でもある。人もその恩恵を受けてきた。美しく輝く海。この自然を壊さないようにしていかなければならない。沖縄県西表島。西表島に行くと、夕日を撮りに行く海岸がある。訪れるたびに違う表情を見せてくれるのだが、この時は面白い雲に出会うことができた。消波ブロックのように波を消すサンゴ礁のリーフが、穏やかな海を作り出す。千葉県千倉町。早朝、日の出を目指して車を走らせた。想像したよりも波が高く、朝日に照らされた波が輝いてくれた。海に囲まれた日本列島。日本各地の海を撮るだけでも面白い。東京昭和記念公園。本降りの雨の中、木々から落ちた水滴が水面に美しい波紋を描いていた。日本は雨も多く、その雨が多くの森や植物、生き物や海を育てる。
湿潤で細やかな自然が日本列島の魅力だ。高知県津野町。早朝に日の出を取ろうと出かけたが、今一つだった。宿に一旦戻ると、薄い雲の向こうに太陽がぼんやりと浮かんでいた。風景のすべてが出会いであり、これからも列島が持つ多種多様な風景を撮っていきたい。はい、皆さん、ご視聴いただきありがとうございます。やっぱりですね、日本の自然風景ですね、世界に誇る素晴らしい自然がたくさんあります。そういった日本のね、自然の風景の魅力をですね、より多くの方に楽しんでいただきたいと思います。次はこちら、井村淳さんですね。タイトルが小さな国の大自然ということで、写真展の会期がですね、7月2日金曜日から、7月の、これが6日ですね、26日月曜日までの、開催ということで、井村さんはですね、普段動物を多く撮ってる、写真家ではありますけれども、今回は、自然風景ということで、なかなか、見ることができないですね、井村さんのですね、風景写真ということで写真展開催されますので、皆さんぜひこちらの、写真展もよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。